チェコ。チェコ共和国、チェコ共、ウアー国、通称チェコは、中央ヨーロッパの共和制国家。首都は、プラハである。歴史的には、中央の概念ができた時点から、中央の国であった。ソ連の侵攻後、政治的には、東欧に分類されてきたが、ヨーロッパ共産権が全滅した時点で再び中央、または、中東欧に分類されている。 国土は東西に細長い六角形をしており、北はポーランド、東はスロバキア、南はオーストリア、西はドイツと国境を接する。1993年にチェコスロバキアがチェコとスロバキアに分離し成立した。NATO、EU、OECD の加盟国で中央4カ国からなるビシェグラードグループの一員でもある。正式名称、チェコ語は、 チェスカーレプブリカ、チェコ共和国。通称はチェスコ。英語での公式名称はチェクリパブリックだった。チェコ外務省が,が1993年に提唱した通称にラテン語風のがあり、チェコ政府は2016年4月14日に公式にこの略称を英語圏及び国連に向きて使用することを発表したが、現在一般的に使われているとは言いがたく。 をそのまま用いることが多い。日本語ではチェコ共和国外務省統一表記。通称チェコ。かつての外務省書類等ではチェッコという表記が使用された。なお、チェッコという場合は日中戦争期のチェコスロバキア製景気関銃を指すこともある ZB26 景気関銃。かつて一つの国家であったチェコスロバキアの英語での綴りはである。 これは1918年の建国時に、チェコ民族とスロバキア民族による一つの国家として建国されたものであるが、日本ではチェコスロバキアの短縮型として、単にチェコを使う場面も見られた。チェコ共和国の国境が現在のようになったのは1993年になってのことである。プラハを中心とした、チェヒ、ラテン名、ボヘミア、ブルノを中心とした、 モラーバ、ラテン名、モラビア、さらに、ポーランド国境近くの、スレスコ、ラテン名、シレジアの3つの地方が、チェコ共和国を形成している。ボヘミア地方を示す、チェヒを、チェコスロバキア建国の命名に採用しているが、もちろん国家にはモラビアもシレジアも入る。歴史的に、チェコ語における、および、英語のでは、ボヘミア地方のみを指す文献もある。そのため、 チェコ共和国という国家としての表現を必要とする場合、チェコ共和国を用いるのが正確であり、世界的には一般的な考え方である。現在、チェコ共和国内のメディアなどで見かけるは、チェコスロバキア時代の通称から、形式上チェコにあたる部分を切り離した呼び名であり、チェコ共和国を指す。だが、新しい故障のため、定着したと言えるのは最近であり。 公の場や正式な文章では用いられない。古代にはケルト人がこの地に居住し、独自の文化を形成した。その後ゲルマン人が定住したが、6世紀までにはスラブ人が定住し、これが現在のチェコ人の直接の祖先となる。7世紀にフランク人、サモの建設した王国がここを支配。続いてアバール人が支配者となった。 9世紀前半にようやく、スラブ人は大モラビア王国を建設した。大モラビア王国は、ブルガリア帝国を通じて、東ローマ帝国と交易を行い、ビザンツ文化を摂取した。西部のボヘミア、モラビア地方では、プシセミスル家が、西スラブ人の王国を建設した。907年にマジャル人が侵入し、大モラビア王国が崩壊すると、王国の東部スロバキアは、 ハンガリーの支配を受けることになった。十世紀後半からカトリックが普及した。十一世紀にはドイツ人の植民が行われ、ドイツ化が進んだ。十二世紀のオタカル一世の時に、ボヘミア王の称号、を、ダッチからキングダムに昇格と世襲が承認され、その後、バーツラフ一世が国王に即位した。十三世紀末には新生ローマ帝国選抵抗の、 地位を獲得した。14世紀にプシセミスル家が断絶するとドイツ人のルクセンブルク家による支配が敷かれた。ルクセンブルク王朝ではカレル1世、カール4世が神聖ローマ皇帝に即位し、ボヘミア王国は全世紀を迎えた。首都プラハは中央ヨーロッパの学芸の主要都市の一つとなり、1348年にはプラハ大学が設立された。この時期のチェコは 民族的には、ドイツ人の支配を受ける植民地でありながら、地域としてはドイツを支配するという王都でもあるという状況にあった。15世紀には、ヤンフスが、プラハ大学、カレル大学学長になると、イングランドのジョン・ウィクリフの影響を受け、教会改革を実施、教会の世俗権力を否定し、ドイツ人を追放したため、フスとプラハ氏は、カトリック教会から破門された。さらに、 コンスタンツ公会議で、フスが異端とみなされあぶりにされると、ボヘミアでは大規模な反乱が起きた、クス戦争。その後、ハンガリー王国、ポーランド王国の支配を受け、16世紀前半にはハプスブルク家の支配を受けることになった。チェコ人は政治、宗教面で抑圧されたため、1618年のボヘミアの反乱をきっかけに30年戦争が、 勃発した。この戦争によって、ボヘミアのプロテスタント貴族は解体され、農民は、濃度となり、完全な俗領に転落した。なお、チェコ氏において、ハプスブルク家の支配は、長年、暗黒時代とされてきたが、これには、旧体制を否定しようとする新生の共和国、続く、共産主義政権のプロパガンダが多分に含まれており、暗黒時代主観はもはや過去のものとなっている。 18世紀後半には、啓蒙先生主義による、寛容な政策と濃度性廃止によって、自由主義、民族主義の機運が、チェコでも高まった。1848年に、ヨーロッパに広がった1848年革命画を、誘発し、パラツキーが、プラハデを開催し、ハンスラブ主義が提唱された。1867年のアウスグライヒ、和教による、 オーストリア・ハンガリー帝国の成立は、チェコ人を満足させるものではなく、チェコ人をロシア主導のハンスラブ主義に接近させることになった。19世紀後半には、丹田の多いボヘミアでは、その豊富な石炭を使いドイツ系資本家からの資本によって起こされた産業革命による高が著しく発展し、中央ヨーロッパ有数の工業地帯となった。 第一次世界大戦後オーストリア・ハンガリー帝国が崩壊し、1918年に民族自決の理念の下、チェコスロバキア共和国の独立が宣言され、初代大統領にはトマーシュ・マサリクが就任した。この時に、ボヘミア、モラビア、ハンガリーの一部であったスロバキアが領土となった。マサリク政権では、西欧的民主主義が敷かれたが、チェコスロバキアにおいては、 チェコ人が社会のほぼ全を支配し、スロバキア人と対立した。そのため、スロバキア人は親ドイツの立場を取った。チェコスロバキアとして行った外交においては、国内の状況がチェコ人支配だったため反響、反ドイツの立場を取った。1935年からナチスドイツの圧迫が強まると、1938年にミュンヘン会談で、 ズデーテン地方をドイツに割上し、1939年には、ボヘミアとモラビアは保護領として、ドイツに編入され、反チェコ、親ドイツ派の多かったスロバキアは、ドイツの保護国となって、チェコスロバキアは、地図から姿を消した。第二次世界大戦後に、チェコスロバキア共和国は復活した。1946年、1940年から1945年まで、 エドバルド・ベネシュによって布告されていた一連の法案、いわゆるベネシュ布告が臨時連邦府委員会によって可決承認され、これによりズレーテンに多く住んでいたドイツ人やスロバキアに多く住んでいたハンガリー人のほとんどすべてが財産を奪われた上、チェコスロバキアから追放され、このベネシュ布告は現在のチェコ及びスロバキアにおいても有効であり、どちらの国でも撤回されていない。 1946年までチェコに領地を持っていたリヒテンシュタイン公国はこれを法律よる重大な人権侵害だとして2009年までチェコスロバキア両国を国家として承認するのを拒否してきた。1946年の選挙で第一党となっていた共産党がソ連からの影響力なども背景に1948年に共産主義政権を設立し、 人民民主主義を宣言した2月事件。1960年には社会主義共和国に改名した。しかし、スターリン的抑圧に対する不満が爆発し、ノボトニー政権に代わりスロバキア人のドゥプチェク率いる政権が誕生し、プラハの春と呼ばれる自由化、民主化路線が敷かれた。しかし、改革の行方に懸念を抱いたソ連を含む、 ワルシャワ条約機構も各国の軍が介入、スロバキア人のフサーク政権が樹立され、路線を推し進めた。国内の秘密警察網が整備強化されて、国民同士の監視と秘密警察への密告が奨励され、当時の東ドイツと並んで、東欧で最悪の警察国家となった。人々は相互不信に陥り、プロテスタント教会では信者や 聖職者の間での密告が頻発した結果として、教会組織が自ら消滅していき、信者は宗教不信から無信論者になっていった。フサーク政権は思想的な締め付けを強めた一方、個人の経済活動をある程度の規模までは黙認し、この地下経済によって国内の消費財の生産は活発化した。1989年からの リロード革命によって共産党体制は崩壊し、翌1990年には複数政党制による自由選挙が行われた。1992年6月の選挙では民主スロバキア同盟が勝利したため、それまで互いに反発していたチェコとスロバキアの分離は決定的となった。1993年1月にチェコスロバキアはチェコとスロバキアに平和的に分離。 ビロード離婚した。2002年8月、記録的な豪雨によってブルタバガは、モルダウ側が氾濫し、プラハを、はじめ多くの都市が、被害にあった。2004年5月1日にチェコは、欧州連合に加盟した。国家元首は議会によって選出される大統領である。任期は5年で参戦は禁止され、2013年以降は、ミロシュゼマンが務める。 大統領は首相を任命し、その補佐を受けて17名の大臣も任命する。近年では、2010年5月28から29日に実施された総選挙の結果、中道左派のチェコ社会民主党が第一党となったものの議席の過半数にはほど遠く、また、連立政権の樹立の目処が立たないため敗北を宣言し、このため、 第二党の市民民主党と新党のトップ令級、公共の者との間で、中道派の連立政権を発足させることで合意し、その主犯には、市民民主党党首のペトル・ネチャスが任命された。しかし、ネチャスは2013年、自身の主席補佐官で愛人と噂されていたヤナ、ナジョバーが逮捕されるというスキャンダルで、隕石辞任し、公認に、同党のイジールスノックがついた。議会は、 元老院と大議員によって構成される。大議員は議席数200、任期は4年で、比例代表制による直接選挙で選出される。元老院は議席数81、任期は6年で、2年ごとに定数の3分の1ずつを改選する。チェコ共和国発足当初、元老院は選挙方法などが決まらず、大議員がその機能を代行してきたが、 1996年11月に初の小選挙区制による元老院選挙が行われ、両院制が整った。チェコの地方行政区画は2000年に再編され、プラハシュト特別区及び13のクライと呼ばれる行政区に区分されている。チェコの地形は非常に変化に富んでいる。国土は西に隣接するドイツとの国境線から、 東のスロバキアまで広がるボヘミア高原にある。北西から北東にかけては山脈が高原を囲み、南西部ドイツとの国境地帯にはボヘミアの森が広がる。高原中央部はなだらかな起伏のある丘陵や農耕地、肥沃な河川流域からなる。主要河川はエルベ川、ブルタバ川、モラバ川、オーデル川。最高峰はズデーテン山地にあるスニエジカ山である。 国際通貨基金 IMF による統計では、チェコの GDP は1、985億ドル、1人当たりの GDP、為替レートは18,857ドルであり、EU 平均の半分、世界水準の1.8倍である。オーストリアイコール、ハンガリー帝国時代に早くから産業革命が進み、1930年代には、 世界第7位の工業国であった。かつての共産党政権下での中央集権的な計画経済から市場経済への移行を遂げている。もともとチェコスロバキアは旧東欧諸国の中でも工業化が進んでいたが、共産党政権の崩壊とともに民営化が推し進められた。1980年代から西側企業の進出が相次いでおり、ビロード革命等の混乱はあったが、 1994年には成長率がプラスに転じ、旧東欧諸国の中ではスロベニアやハンガリー等と並んで高い水準を維持している。1995年に OECD、2004年には EU 加盟国となった。2009年の世界経済危機以降は成長率が鈍化している。2004年に チェコが EU に加盟してから2007年末までの経済成長により、チェコの平均給与は40%以上も上昇した。このような状況で、チェコの労働者は高い給料を求めて次々と転職を繰り返し、一つの企業で長く働くことはなくなり、企業の教育もおぼつかない状態になった。安くて良質な労働力を期待して、 チェコに殺到した外資系メーカーは深刻な人手不足と納期不達に悩み急上昇する人件費は企業の利益を急激に圧迫する要因となっている。打開策として国内のメーカーは製造ラインのロボット化を進める一方、ベトナムやモンゴルから安くて優秀な労働者を大量に雇い、チェコへ労働移民として送り込む方向。チェコの工場を閉鎖して 別の国に工場を新設することを検討している企業も多い。主要輸出品目は機械、輸送機器、化学製品、金属などで、主要輸出相手国はドイツ、スロバキア、ポーランド、オーストリア、フランス、イギリス、イタリアである。一方、主要輸入品目は機械、輸送機器、鉱物性燃料、化学製品、 農産物で主要輸入相手国はドイツ、ロシア、中国、イタリア、フランス、オーストリア、オランダ、スロバキア、ポーランドである。チェコ人が90.4%である。さらに、モラビア人が3.7%である。少数民族としては、スロバキア人が1.9%、ポーランド人が0.5%、ドイツ人が0.4%、 シレジア人が0.1%、マジャル人が0.1%、ロマが0.1%である。かつて、ズデーテン地方で多数派であったドイツ人は、第二次世界大戦後のドイツ人追放によりそのほとんどがドイツに追放された。また戦前に多かったユダヤ人のコミュニティも消滅している。詳細はお参照。言語はチェコ語が公用語である。全近代より、 フス戦争などの熾烈な宗教戦争が戦われてきたチェコでは、その複雑な歴史的経緯から無宗教者が多く、60%がこのグループに属する。その他、カトリックが27.4%、プロテスタント1.2%、フス派が1%である。代わりに、自民族至上主義を掲げる、排他的な民族主義が非常に強いという特徴がある。 キリスト教圏ではあるが、1913年以来、チェコのカトリック教会は、仮装を容認しており、また、上述の通り、無宗教者が多いこともあって、ヨーロッパ諸国の中では、イギリスと並んで、仮装率が高い。婚、姻時、夫婦同性、夫婦別性、結合性が選択できる。チェコで、最も人気のあるスポーツは、アイスホッケーであり、国技とも言われる。 NHL に多数の選手が所属し、国内リーグでも首都プラハに本拠を置く2つのクラブチームは100年の歴史を有する。ナショナルチームは1998年、長野オリンピックではドミニクハシェックなどの活躍で、同国当期五輪初の金メダルを、鳥のオリンピックでは銅メダルを獲得した強豪である。2004年には、この長野五輪の活躍を描いたオペラ、 長野が上演された。また、同国出身で、長野五輪の金メダルの立役者でもある NHL のトッププレイヤー、ヤロミール・ヤーガーは、移籍を重ねても常に68、プラハの春の年の背番号をつけている。フィギュアスケートでもトマシュ・ベルネルやミハル・ブジェジナなど、オリンピック選手を輩出している。また、他のヨーロッパ諸国同様にサッカーも人気があり、チェコスロバキア時代は、 ワールドカップで2回準優勝、1934、1962年、大会している。チェコ代表は、フィファランキング最高2位まで上がった、ヨーロッパの競合として知られ、ヨーロッパ選手権では1996年大会で、準優勝するなど実績があるが、選手層が厚くないためか、ワールドカップでは、ヨーロッパ予選を、なかなか突破できず、1993年の、 スロバキアとの分離後は2006年大会以外出場できておらず、世代交代に失敗した2000年代後半からは低落傾向にある。代表的な選手に、パベルネドベドー引退、ヤンコレル引退、トマーシュロシツキー、アーセナル、ペトルチェフ、チェルシー、ミラン・バロシュ、ガラタ・サライ、マレク・ヤンクロフスキ FC ・バニーク・オストラバなどがいる。日本では、 ヘルシンキオリンピックでの男子マラソンのエミールザトペック、1964年、東京オリンピックでのビエラチャースラフスカー、ベラチャースラフスカーの女子体操が古くから広くられている。テニスでも、マルチナナブラチロワ、ハナマンドリコワ、ヤナノボトナ、イワンデンドル、ペトルコルダなどの名選手を輩出している。近年では、ラデックステパネク、ニコルバイリソワ、トマーシュベルディハ、 ペトラ首飛ばなどの若手の活躍も目覚ましい。自転車競技では、ロードレースにおいて、ヤンス・スボラダがツールド・フランスなどの世界的レースで活躍したほか、オンド・ジェーン、ソ・センカはツールド・ポローニュで2度の総合優勝を果たし、UCI アワーレコード、1時間でどれだけの距離を走れるかの世界記録を長らく保持していた。 ロマン・クロイツェガーは2008年のツール・ド・スイスに22歳で総合優勝した後、その後もアムステル・ゴールド・レースで優勝するなど、世界の第一戦で活躍している。また、ZVVZ チームがジャパンカップに参戦するなどしている。チェコ国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が12件存在する。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。